さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ屋さがです。まぶしい今日のイカライフ動画こちらです。レクサスの LS です。 LS500 ですね。 3.5 リッター V6 ツインターボ600ニュートン422馬力とかですかねを出しているモデルになります。僕レクサスのデザインめっぽう好きですよ。まあいろんな賛否ありますけれど、これだけ押し出しが強いとそれは賛否ありますよね。だってもうプレデターですよ、プレデター。もうこの感じ、ギャって口が開いた感じ。しかも色が綺麗ですよね。やっぱりレクサスはこのブルーにしてもそうですし、赤とかもそうですし、とても綺麗な色になっております。でもこれ F スポーツです。 F スポーツなのでもうこの辺りとかもうコテッコテッともう出来上がってます。ここもダクトですよ。これどこ行くんだろう、ブレーキかな。これはラジエーターが奥ありますね。この奥はヘッドライト周りのこの造形とかエッジラインもすごいですね。これ夜見るとすごい綺麗ですよ。いやかっこいいな。タイヤです。24545 20インチですね。ランフラットタイヤ20インチですよ。でかいブレーキが、ほんとでかい。やっぱこっちの方がいいな。日が当たってる方がかっこいいですよね。はい、ほらかっこいい。日が入らないように、ほらかっこいい。フロントはダブルウィッシュボーンです。エアサスなのでもうダブルウィッシュボーンですね。はい、ランフラットマーク。これ横面白いですよね。これ何かっていうと冷却フィンです。これランフラットタイヤってパンクしても、ある一定の速度、ある一定の距離をパンクした状態でも、これ空気がない状態でも走れるタイヤなんですね。どうやって走るかというと、ここが肉厚なんですよ。厚みがあるんですよ。この厚みがあるおかげで空気がなくてもタイヤがぺっちゃんこにならないでこれ走れるっていうものです。でその厚みを持たせる分だけランフラットタイヤって硬くなるんですよ。昔は 125% 増しとかだったんですよ、この縦バネって言われてるものが。なので 125% も硬かったら、これ20インチですけど22インチ23インチ履いてるようなタイヤと同じようなもう感触、硬い感触になっちゃうので、なのでここをどうにか薄くしたいんですよ。でなんで薄くできないか、厚みを持たせるかっていうと、エアーがない状態でここがベニョって潰れて走ってると、どんどんここが変形してここに熱持ってきて、最後はもう熱によるブローでタイヤがボーンってぶっ壊れちゃうんですよ。だからこのぶっ壊れないようにするために、ここの変形を抑えるためにここに肉厚にするんですよ。言うなれば熱を持ってきた時の熱対策ができれば、ここってもっともっと薄くできるんですよ、ランフラットタイヤって。それができるとランフラットタイヤって硬いよねっていう印象をなくすことができるので、ブリヂストンとしてはここにエコタイヤのゴムで補強を入れてるんですよ。これ内側に、実はエコタイヤのゴムって変形しても熱、発熱量が少ないので、要はグリップしない、発熱量が少ないので、なのでまずその分で発熱しないということは薄くできるんですよ。でさらにこれ空気がタイヤが回った時にこのフィンをつけると空気冷却ができるので、この冷却効果も含めて薄くできるんですよ。さらにだから天敵は熱なんですよね、ランフラットタイヤって。バーストしたことある方は、そのバースト直後のタイヤってもう熱くて触れたもんじゃないんですよ。そのぐらい熱持って最後タイヤが熱で壊れちゃうので、構造が、内部構造も含めて。なので熱っていうのを解消するためにこういうフィンがついてるなんていう話は、これセカンドチャンネルだよな。はい、 F スポーツです。はい、ドアからミラー生えてます。うわ、キラッキラですね、クロームで。はい、ここ視覚効果とても視認性がいいですよね。ヘッドアップディスプレイ分かります？バッカでかいですよ。ヘッドアップディスプレイすごいでかいんですよ。もうこれいずれフロントガラスに全部映せるんちゃうかぐらいなでかさですよ。でステレオカメラです。安全系は、はい、安全系、運転支援のレベルも試乗した時にもいろいろお伝えしたいと思います。これホイールベースが3メーター超えです。全長5メーター200超えです。すんごい長いですよ。だから本当はこれでショートボディが欲しいですよね。これ通常でいうロングボディ扱いなので、世の中のこういうラグジュアリーサルーン市場でいうと、だからみんなメルセデスとか BMW とかもみんなそうですけど、ショートボディロングボディって持っていて、これロングボディ扱いのサイズだ。ショートボディがないんですよね、 LS は。はい、本当はショートボディあると嬉しいな。
はい、シックスライト系ですね。ここにも窓ガラスがあって、なので C ピラー補足できているので、ちょっとスポーティーな躍動感があるっていうのも、これレースのデザイン特徴ですよね。やっぱりこの C ピラーがボテッと太くなると親父セダンっぽくなるので、重厚感は出るんですけど、なんか鈍重な感じになっちゃうので、まあその鈍重な感じをうまく使ってイメージさせるのもいいかとは思うんですけど、なのでこういったところも鋭くギュッと出てるのも、こういうのスポーティー感出ますよね。クロームの使い方もそうですよね。 FR ですけれども、リアタイヤは275です。お、太いですね。275-4020です。同じくランフラットタイヤです。さあ、そしてこれね、やっぱかっこいいんですよ。ライト周りとかライクサス今かっこいいですよ、本当に。もう LS500、はい、もちろんレクサスはシーケンシャルウィンカー、明るすぎて見えんっていう話。しかし造形がかっこいいな。リアは、はい、シーケンシャルです。ちょっとなんかかっこよくないですか。どん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 、これ LC もちょっとこういうデザインテイストですよね。 LC はここにあのミラー加工を使ってですね、何重にも奥にあるような形見せてますけれども、いやデザインはかっこいいですよ。デザインはって言い方がおかしいな。じゃあトランク開けます。電動のパワーゲートですね。なのでフレームはここにあって、奥にモーターが積まれててというそういう状態です。広い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 、そりゃそうです。5m200 超えですから広い。ゴルフバッグだって、アタッシュケースだって、もう積めないものはないぐらい広い。もちろん後席は倒れないですよ。これ倒れるようにするだけで静粛性がダメになっちゃいますので、これを備え付けで隔壁をバチッと設けられるので、リアタイヤの音は、発生した音はこのトランクルーム内に入ってくるんですよ。これほらホイールハウスの形してますよね、ほら。なのでタイヤのゴーっていうリアタイヤの音はここにどん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 入ってきて、このトランクルーム内で消音するんですよ。なのでここが倒れる形式にしてしまうだけで、このせっかく中のこの消音スペースのトランクに入った音が室内に逃げようとするので、ここはもうガチッと車内付けにした方が絶対静粛性は上がるんです。なのでセダンは静粛性が昔から高いっていうのがあります。おー、バッテリーでか。重量バランスも考えて後ろに。床下収納はだからないんですね。はい。うわー、気持ちいい。この閉めた時の、あー気持ちいい。いきますよ。カチッカチッ、うわうわ気持ちいい。閉める時はパワーゲート。さあ後席も見ていきましょう。これ今フロントシートは僕のポジションです。はい、じゃあ閉めます。ほら、ソフトクロージャー静かに閉まった。いやー、やっぱこの静粛性すごいな。ミラー電気付き。こんばんは、こんにちは、おはようございます、おやすみなさい。へー、このね、ほら、このバコーンなんて戻んないですよ。ちゃんとじわっで戻ってくれる。マークレビンソンです。スピーカー、あ、段階的に光るじゃないですか。1段2段消える、消える時にもうもやんって消える感じ。はい、シート、こういう風に中折れするような形で細かいですね、造形が。へー、かっこいい。 F スポーツのシート。ドリンクホルダーはここ、これを開けると、はい、お USB ここに。あ、ここちょっとプラスチックな感じはしますけど、でもこれ色とかもうまくしているので、これプラスチックではありますけど、プラスチック感少ないですね。これいいですね。やっぱレクサスらしいですよ。こういったところをこだわるんですよね。シートヒーターで、シートヒーターもあの調整とオートもあります。なのでオートにしておけば、ある程度の温度に勝手に調整をしてくれます。はい、でこれフロントシート動かしたりもできます。後席乗った人が助手席の位置をこれで調整します。
なので鉱石のリクライニング等はないですよ。この天井のこのアルカンターラ調のこれ気持ちいいですね。スウェード調。足元靴、シート下に入りますとか、まあそんなことよりももう届きません、僕の足では。ほら座面もしっかり長さもあって高さもありますし、なんらもうサイズが巨人サイズ、うん、僕みたいなスモールなちっぽけな人間にはもう大きすぎる。お、ここは 100V がありますね。エアコンの吹き出し。エアコンの吹き出しは温度調整がないんですね。このあたり温度調整あってもいいような車格かなと思いますけど。あ、こっちにもエアコンの吹き出し口ありますよ。このあたりの加工もかっこいいな。はい、サイドポケット。はい、ここは携帯が置けそうで、これトラップですからね。携帯置くとスポーンって中からほら、貫通してますから。ヘッドクリアランスは手のひら2枚ぐらい、思いのほか天井そこまで高くはないですね。まあヘッドレストの高さはまあ十分は十分ですね。シートバックの高さももちろん十分です。でも思いのほか広さがない感じ。少しお尻ずらして座ってこんな感じですか。まあ十分は十分な広さですけども、思ったよりかは、まあなのでちょっとスポーティーセダンって感じですかね。このフォルム、屋根をちょっと絞ってる感じですかね。後ろに向けて少しスラントしてった方が空力性能がすごい良くなるので、そういうのも考えてるんだと思います。閉める時はもう手を添えるだけ、自動ニュイって、ほら開ける時も軽く引っ張る。いやー重厚ですよ、このドアの重みがすごい。ほらここ気持ちいいですよね。汚れた手で触りたくない、絶対に。でもさっき言ったみたいにここだからスポーンって落ちるんですよ。だからここなんかあったらここに携帯置けますよね。なんでなのか、これ今度聞いてみたいな、レクサスの方に。なんでここ封鎖しないんですか。この辺りの造形とか綺麗ですよ。この三次曲線というのか 3D 的な、はい、レクサスのなんか作り込みの質を感じます。これキリコ細工の車もあります。これかっこいいですよ、キリコ細工。さあなんかこういったところもかっこいいですよね、レクサスの作り込み。こういったところはやっぱり日本人ならでは質の高さっていうのをすごい感じるところです。センチュリーの時とは違ってなんかすごい先進的であり洗練された感じ。 F スポーツなのでここに F って入ります。この F もなんか映像でもわかります、このなんかエンボス加工の、なんかこれすごいですね。ここあたりも質感高いですよ。はい、車内乗り込みます。これエンジン止めてる状態です。エンジンかけますね。ここでスタートストップボタン、ポチッとな。シートが動きながら、いやーなんかもうちょっと音の演出あってもいいかななんて思っちゃったりして、こっちの画面と連動してるんですね。でも音がないの寂しいな。室内こんな感じです。もうほんと質感高いですよ。ここ夜になると光るんですよ。こういうのもお見せしたい。もう光るんですけどね、ここ綺麗なんですよ。この辺りもほら近くによると分かります、この質感。こういう作り込み本当和を感じます、和。うん、かっこいい。ここ少しでも死角少なくするために、はい、ドアミラーはドアパネルからですね。はい、この辺りはいいですよね。ここもなくなったらいいですね、三角形の。贅沢言うなみたいな。センターモニターばっかでかいですね。時計もついております。エアコンの吹き出し、あのクラウンとかしかこれルーバーが動かないですね。これ固定式です。あとは自分で調整しましょう。でこの数字の動き方とかもほらなんか可愛くないですか。じわ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 って動く感じ。うおー、ぬめっと動く。このレクサスは全部このボタンを押した時の感触とかも全部調整してますから、統一感を持っていいですよね。最初これ押そうと思った時に押されまいとしてボタンは抵抗を示し、そっから負けましたかっていう、このねなんかコクって入る感じがいいんですよ。まあ、細かい話言うと、なんでここにホールドボタンがあって、ホールドボタンもうちょっとなんか別のとこにあってもとかは思ったりはしますけど、あと例えばレクサスで言うとホールドを前回使ってたら次の時自然とオンでもいいじゃんとか、そういったところも欲しいななんて思ったりしますね。うん、
あとは例えば USB 携帯電話つないで音楽を奏でてて、エンジン止めて降りました、次携帯電話をパッとまた USB ケーブルを接続したら音が音源として勝手にオーディオ流れます、でいいと思うんですけど、いちいち設定しないと音流れないとか、そういったところもね少し面倒なところはあったりしますね。でこれシート、これでシート調整できます。車高を上げれます、エアサスなので。はい、ドリンクホルダーです。この開き方しっとりしてますよね。さあ USB、 ここ小銭置き、宝石置き、何指輪置き、え浮気の前に結婚指輪ここに置いてけとか、いや何言ってんだみたいな。さあなんかもうこういう車乗ると全部触りたくなっちゃいますよね。ここに横滑り防止装置、スノーモード、ここノーマル、こういう風に表示が変わります。スポーツ、スポーツプラス、ノーマルはポチッと横押すだけ、スポーツ、スポーツプラス、あとはここですね、あの押すとメーター動きますよ、ピコッ、ほらいつも通り右にずれる。でこの中でいろいろとこう右やったり上下で表示を変えたりします。燃費 5.9。ここ運転支援関連、これよーく見るとほらちょっとアルミ調のこのエアブラシ加工みたいな形でかっこいいんですよね。いやーもうね、この室内見てるだけでご飯食べれちゃうぐらい、なんかほんとこの室内僕好きですよ。あと僕の駐車場とかそうですけど、のあの立体駐車場はこれ押さないと鳴っちゃうので、ピー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 、はい、なのでエンジン止めたらこれを押していつも降りてます。お、スピーカーとかここにもあるんですね。じゃあ走っていきます。